エコスポー、TV、をご覧の様どうも早速水野のゼログライドを購入したフットボールスタジャムのアムならカッチです、はい。ということで今日はですねえー、っと児玉太一様からお依頼ありましたえー、っと XLI4 の 28cm のですね紐の長さなどの、はいえー、っと検証していきたいと思います。ということでですねまず、あのー、赤をお持ちと伺ってるんですが赤が、まあ、もうあの店頭にないので、えー、っと白で。 えー、行こううと思うんですがまず2 8センチこちらがえー、と測ってみたらですね1 4 0センチの紐がつ、えー、いてました。ということでまあ、多少長いのかなというふうに思うんですがこちらに1 3 0センチの紐を、えー、通してみたんですがまあ、両サイド5センチずつ短くなるんでまあ,あのだいぶ結び目ちっちゃくなるんじゃないのかなと、まあ、この辺履き口もうちょっと開けばですね短くなると思うんですが多分。 あの130センチでも、えー、いけるんじゃないのかなというふうに思います。で、えっ、ー、と赤色を履かれてるということなんで、えっ、ー、とまあ、ちょっとイメージとして DS ライトの赤を持ってきたんですが、に私氏が、えー、購入したこのネイビーのゼログライドをつけてみたんですが、あのー、まあ、ちょっと柔らかい感じでえっ、ー、と見えますかね。でもあの X ライフォー多分ラインが黒だったんで。 まあ、ジャストなのは黒のシューレースが一番合うんじゃないのかなと、えー、いうふうに思いますね。かまあそのまま赤でいくかですね。まあ、意外にゴールドなんかも結構いかつく見えますね。はいというところであります。私の2代目ウルトレッツかかとにあのネイビーが入ってるんでネイビーのシューレース入れてみたんですがはい。 とまだあのボール蹴ってないんですけど、これでやってみようと思います。非常にあのやっぱり結び目が解けにくいですね。一回締めたら、あとこのあたりのやっぱり締め付けも緩みにくいんで非常にサッカーに適しているシューレースじゃないでしょうか。はい。あとえっ、ー、と黒色のネオ3のあのベータのお問い合わせもいただいてたんですが、まあ,あの黒のベータベータありませんので、まあ、このネオ3のジャパンで。 やってみよううと思うんですが正直そうですねまあ、赤が一番、まあ、ジャストフィットするんじゃないのかなというふうに思うんですけどまあ、意外に白もあの、まあ、汚れは目立ちますけどね、まあ、意外に白も爽やかになるんじゃないでしょうか。はいあとこのゴールドなんかも結構目立ちますしねいかつく <laughs> なるんじゃないでしょうか。 はいぜひですねシューレースでまあ、ドレスアップしていろいろ楽しんで見ていただけたらなと思いますはいゼログライドたくさんありますんでお早めにチェックしてみてください以上シューレースのご紹介と X ライの28センチのご紹介でした以上ですバイバイ。